はい、今回ご紹介するアイテムはこちら、ナイキのエアハラチライトプレミアムというものですね。でこれはあの90年代にエアハラチライトっていうのが発売されたんですけど、まあ、それの復刻なんですけど、このカラーがですね、イギリスのスニーカーショップサイズっていうところの別注カラーだそうで、非常になんか生産数が少なくてレアみたいですね。ちょっとこれの、履いてみたレビューとか、ちょっとその感想なんか皆さんにお伝えできればなと思って、ちょっと今回は動画にしてみます。とりあえずこれが本体ですね。それとですね、重さがですね、さっき写真撮ったんですけど、ちょっと待ってください。すいません。段取りが悪くてすいません。ちょっと携帯で。はい。おそらくサムネイルで、表示す、後でしてると思うんですけど、339g ですね。27.5cm です。すいません。27.5cm で、339g です。で、箱がですね、こういう感じですね。まあ、よくある、ナイキからの、ナイキらしいやつですね。まあ、中は別に、いつも通りの 9.5 ですね。ちょっと箱邪魔なんて置いておきます。でこれですね。で、このですね、これ、クッションはですね、今流行りのルナノンではなくて、エアです。それとですね、ちょっと情報がいろいろあるんですけど、値段がですね、通常に今出てるエアハラチライトに比べてちょっと若干高いですかね。楽天とかで税込みで25,920円ですかね。少し高いですかね。で、これわかりますかね。ここがメッシュなんですけど、ここのアウトサイドのここは、天然の革ですね。これスウェードみたいです。一応このついてるタグに、そこは、ゴムなんですけど、天然の革と合成繊維って書いてあるので間違いないと思いますね。ちょっと写しておきましょうか。これですね。見えますかね。はい。あ、見えにくい方はちょっと一時停止かして、なんかして拡大してもらえればわかると思います。で、はい。履き心地なんですけども、非常にいいです。27.5cm で、私、だいたいナイキの靴は 27.5 なんですけど、非常にサイズ感ともに、他の、例えばコービー・ブライアントモデルだとか、他のナイキの、なんでしょう、代表的なスニーカーなんかと比べて、エアフォースワンですかとかと比べて、あんまりサイズ感は変わらないんで、普段お履きのサイズと同じものを履いてもらえればいいと思いますね。であと、こういう入り口がこういう形なんで、高高の人は、私ちょっと高高なんで、最初ちょっと入れるときに、ちょっと最初は手こずったんですけど、何回か入ってるうちにすぐ広がってくる、広がってくるっていうか、履きやすくはなってくるんで、そんなに問題することはないと思いますね。で、ヒールがこんな感じですかね。はい。で、ソールが、ちょっとこのビブラムソールっぽいんですかね。こういう形ね。で、内側ですね。はい。で、フロント。で、タンがこんな感じですね。もう、ハラチの伝統的なマークですかね。で、これはですね、ベトナムで作られてるみたいですね。ここに品番が書いてありますけど、ちょっと見づらいですかね。ベトナムみたいです。で、シューレースの紐にもなんかこう、ドットみたいのが入ってて、非常におしゃれですね。で、とりわけそんなにこう、90年代のモデルの復刻なんで、軽いってことはないんですけど、逆に言うと剛性がしっかりあって、フィット感は結構高いですね。ジムなんかでもう使えると思いますね。クッションも非常にいいので。で、あとこれ、非常に色がおしゃれで、私はこれは気に入って、もうすぐ注文しようと思ったんですけど、27.5 がなくて、結局私ヤフオクで、買いました。ちょっとね、動きが遅くて。でも、発売された翌日にもうサイズが半分ぐらいになってたんで、
一応概要欄に商品リンク入れときますけども、ひょっとしたら皆さんがご覧になった頃には商品売り切れなんてこともあるかもしれませんので、一応ご注意ください。あと色がですね、これとあとこう何でしょう、モスグリーンっていうんですかね、その2種類、このプレミアムは、展開してます。人気なのはやっぱりこっちの紺ですかね、こっちの方が人気みたいですね。今回の紹介は、ナイキのエアハラチライトプレミアムの紹介でした。ご興味のある方は概要欄のリンクからご覧になってみてはいかがでしょうか。あとですね、この辺に私のアイコンが出てると思うんで、もしよかったらクリックして、お気に入り、チャンネルのお気に入り、チャンネル登録ですか、よろしくお願いいたします。今回は以上です。